こんにちは。歴ショックです。今回は、室町幕府を開くことになる足利氏は、鎌倉時代には何をしていたか紹介します。北条政子の妹、時子を妻とし、源頼朝、北条氏と近い関係になった足利氏は、源氏の有力者として、幕府政治でも大重きをなします。頼朝の弟、源範頼、義経や、同じ源氏の名門、平賀朝雅ら、源氏一族が次々と滅亡していく中、足利氏は、北条氏と固く結びつき、鎌倉時代を通じて、その勢力を高め続けました。北条氏も、幕府のトップに君臨するために、足利氏の力を必要としており、北条氏によって持ち上げられたからこそ、後に足利尊氏が、室町幕府を開くまでの力を手に入れたとも言えます。今回は、鎌倉時代における足利氏の活動、最後には北条氏を裏切り、室町幕府を開くに至る足利氏の成長の過程を紹介します。頼朝の追討を恐れ、狂人を演じる。足利氏の出自。足利氏は、源義家の孫、源義康から始まる一族で、源頼朝とは同じ源義家を祖先に持つという点で、血縁的には比較的近い一族となります。開元時の武田氏や平賀朝雅の平賀氏などは、源義家の弟、源義満から始まる一族で、足利氏は彼らに比べれば、より源氏の嫡流に近くなります。源義康の父、源義国は、京都を拠点にしながらも、父、義家の命を受けて、日立の国にいた義家の弟、源義満の勢力と戦っていました。ですが、これを打ち破ることができず、現在の栃木県にあたる下野の国を中心に、隣国の群馬県にあたる上野の国までまたがる地域に、勢力を張るようになります。義国自身も、頼朝の系譜につながる、兄の源義力が反乱を起こし、敗着されていたことから、一時は後継者候補に期待されるほどでした。ですが義国も、気性が荒く、乱暴狼藉を行い、朝廷から直々に勘当されてしまったため、後継者候補から外れてしまいます。こうして義国は、東国を拠点に活動することになり、義国のこの義康が、下野の国の足利荘を継承し、下野の国の有力源氏勢力、足利氏が成立します。義康の兄には、後に新田義貞につながる新田氏の祖、新田義重がおり、義重は、上野の国に勢力を伸ばしていき、ここで足利、新田氏は分かれていきます。源義康は、熱田神宮大宮司、藤原末則の養女を正室としていました。この藤原の末則は、源義朝の正室で、源頼朝の母である、由良御前の父にあたります。義康は、妻の縁もあって、源氏の棟梁、源義朝と同盟関係となり、保元の乱では、平清盛、源義朝に次いで、百騎の軍勢を率いて参陣し、活躍しています。ですが義康は、乱の翌年に、31歳の若さで病死してしまい、あと、正室の子の足利義兼が継ぎます。父の義康が亡くなった時には、義兼はまだ幼く、叔父にあたる新田義重が後見役となっていたといいます。義兼が幼かったこともあり、義兼の兄で、側室の子の源義清が、独自の勢力を築き始めるなど、源平合戦直前の足利氏の勢力は不安定でした。義兼は、源頼朝が挙兵すると、頼朝のもとに参陣しますが、この参陣も、木曽義仲に従う姿勢を見せていた、兄の義清へ対抗するためだったといいます。理由はともかく、父の義朝の同盟者であった足利氏の参陣は、頼朝にとって大変嬉しい出来事となりました。自分の義理のいとこにもあたる義兼を、頼朝は手厚く迎え、自身の妻、北条政子の妹にあたる時子を、義兼に嫁がせます。こうして足利義兼は、頼朝の義理のいとこ、かつ弟という立ち位置になり、上総国の国司に任じられるなど、頼朝政権の下で重用されていきます。もっとも、源平合戦が始まった時には、義兼は20代とまだ若く、源氏一門筆頭の座は、血縁的には足利氏に劣りながらも、平治の乱で、最後まで源義朝と戦った、平賀義信に取られてしまいます。平賀義信も、北条時政の娘を正室にしており、
頼朝は源氏の有力者を北条氏を介して自分の血縁者とし、支配体制を築いたことになります。義兼は源平合戦、奥州合戦にも従軍し、頼朝の上洛にも随行しましたが、この頃からたびたび気違いのような行動をしていたといい、上洛中に東大寺で出家してしまいました。これも源義経や範頼ら頼朝の血縁者たちが次々と謀反の疑いをかけられ討伐されるのを見て、危険分子として目をつけられないようにしたものと言われています。義兼は頼朝の死から2ヶ月後に亡くなり、義兼の後は北条氏出身の時子の子である足利義氏が継ぎます。側室の子である長男の足利義澄は後に畠山重忠の遺跡を継いで畠山氏を称しており、足利氏は代々年下であっても正室の子が家督を継ぐというのが絶対となっていきます。義兼の代に得た北条氏とのつながりを武器に、頼朝の死後足利氏はさらなる飛躍を遂げていきます。北条氏に頼られるほどの大勢力に、北条の血縁者としての足利氏、源頼朝の死後御家人たちの抗争が激しさを増す中、足利義氏は一貫して北条氏と行動を共にします。義氏は畠山重忠の乱、和田合戦で北条側として戦い、特に和田合戦では和田方の豪遊の師朝比奈義秀を相手に一騎打ちを演じるほどでした。承久の乱でも義氏は北条泰時、時房らと共に東海道の大将軍として京都に攻め上り、乱後に現在の愛知県にあたる三河の国の守護の地位を獲得しています。三河の国は東国と西国の境目にあたる国であり、承久の乱を契機に足利氏は西から来る外敵から国境を守る役割を与えられたことになります。もっとも三河の地は皮肉にも子孫の足利尊氏の代に鎌倉から京都への援軍を遮断する役割を果たし、尊氏の倒幕運動に寄与することになってしまいました。こうした活躍もあり、義氏は北条泰時の娘を正室に迎え、北条氏とさらに縁を深めていきます。また義氏は畠山重忠、平賀朝雅討伐後に武蔵の神に任じられており、幕府の最重要国である武蔵の支配を畠山重忠の乱以降5年近くにわたって任せられています。足利一門の足利義澄が畠山重忠の妻と再婚し、畠山氏の名跡を継いだことからも、北条氏は単独では武蔵の国を支配しきれず足利氏の力を頼ったと言えます。徳宗家の娘を歴代当主に嫁がせ続けたのも、足利氏が北条氏に近寄ったのではなく、北条氏が足利氏をつなぎ止めようとしていたという方が正しいです。畠山氏滅亡後の武蔵支配をきっかけに、足利氏と北条氏はただの縁戚から協力者の関係に変化したといえます。足利氏の最盛期となった義氏の時代は源実朝が暗殺され源氏将軍家の血筋が途絶えた時期でもあり、一歩間違えば足利氏は将軍にとって変わりうる一族として討伐されていても不思議ではありませんでした。同じ源氏一門である平賀朝雅は北条氏から正室を迎えていたにもかかわらず、牧の方の娘であったことから牧師事件に巻き込まれて滅亡しており、足利氏が大勢力を維持し続けたのは奇跡と言ってもいいくらいです。これもすべて北条氏、特に北条義時、泰時親子が足利氏の力を頼りに政権を運営していたからに他なりません。当時の足利氏は縁戚の新田氏も事実上支配下に収め、神津家の国も勢力下にあり、畠山氏を通じて武蔵の国にも勢力を伸ばしていたことから北関東の一大勢力となっていました。この強大な力を背景に義氏は幕府内でもその地位を高めていきます。北条氏がこれほどまでに足利氏の力を頼ったのには、北条義時の死後に京都とのつながりを武器に北条氏をもしのぐ勢力を誇った三浦氏への対抗という側面もありました。足利義氏は連署として泰時を支えていた北条時房が亡くなった後に、北条氏に娘を嫁がせていた足立氏の足立義景と共に真ん所の別当に就任しています。北条氏の縁戚である足立、足利両氏が北条氏を支えることで、三浦義村の死後後を継いだ三浦安村の力を抑えることに成功します。北条氏を支える足利、足立両氏は
古代執権の北条時頼が三浦安村を滅ぼした法事合戦でも北条方の中心を担い、北条徳宗家の権力確立に大きく貢献しました。この頃の足利義氏は北条泰時の娘婿という立場もあり、幕府内での地位も北条氏に次ぐナンバー2であったと言えます。ですが源氏の名門である足利氏の権力がここまで大きくなると、いくら北条氏と結びつきが深くても権力への野望が出てきてしまうものです。実際に義氏のこの足利康氏は法事合戦で滅びた三浦氏などの残党が源氏の名門足利氏の跡継ぎ康氏を執権に担ぎ上げようとしたクーデターに参加しようとしていたといいます。ですが義氏は康氏を出家させて跡継ぎに康氏のこの由利氏を据えただけで、この騒動を収めています。謀反の疑いで滅ぼされてもおかしくない状況の中、勢力を維持し続けられるほど、この頃の足利氏の力は強大となっており、元寇を経て幕府政治が混乱していく中、足利氏の力はますます強くなっていきます。北条氏後任の源氏の嫡流に、元寇以降の足利氏。出家した足利康氏の後を継いで当主となった足利頼氏は、古代執権の北条時頼から一字をもらうなど、北条氏との良好な関係を維持しました。頼氏は、北条徳宗家出身ではなかったものの、北条時房の子、北条時盛の娘を妻としました。ですが頼氏は、北条氏の娘との間に子を作る前に、22歳の若さで亡くなってしまい、上杉氏出身の側室との間に生まれた足利家時が、足利氏の当主となります。足利高氏の祖父にもあたる足利家時は、北条氏の世の中になって初めて、北条氏を母に持たない足利氏当主となりました。これで足利氏と北条氏の関係が壊れることはなく、むしろ家時の代に、足利氏はさらなる飛躍を遂げていきます。家時が当主となった頃は、モンゴル帝国が日本を襲った元寇が起きており、幕府ではこの国難に対応するために将軍だった惟康親王を源氏に改姓させ、源実朝以来の源氏将軍を復活させています。これは未曽有の国難に対し源頼朝の時代を御家人たちに思い起こさせることで、御家人たちを一つにまとめようとした政策でした。足利家時は源氏将軍となった惟康親王の近従としてそばに仕えています。これは源氏一門の名門である足利氏が将軍のそばで仕えることで、惟康親王が源氏将軍として足利氏を従わせているという権威づけの効果の発揮につながりました。足利氏は源氏将軍を復活させようとする北条氏の政策に協力したことになり、北条氏としても血筋実力を兼ね備える名門の足利氏の協力を引き出すために、以前にも増して足利氏を優遇するようになります。ですが源氏将軍の復活は、源氏の正当な血筋である足利氏こそが将軍にふさわしいとする風潮を生み、足利氏は将軍にとって変わろうとしているという憶測まで生んでしまいます。足利家時はこうした風潮を否定し、北条氏への忠誠を示すために、元寇が終わり八代執権北条時宗が亡くなった直後に自害しています。家時は天下を狙っており、孫の代に天下を取るように置き踏みを残したと伝わりますが、これは後世の創作とされており、実際の家時はその死をもって忠誠を示すほど北条氏に従順な人物でした。時宗のこの北条貞時の代に16年にわたった源氏将軍の時代は終わりを告げ、惟康親王は再び源氏から格上にあたる親王の身分に戻されます。この時代には家時が自害する原因ともなった源氏への期待が激しさを増し、有力御家人の足立康盛が源氏の御落胤を自称したとの疑いがかけられ、下月騒動で滅ぼされるなど、御家人身内人たちの抗争が再燃していました。さながら源頼家の死後に源氏の血を引く頼家の遺児たちを旗頭に反乱が起きた時のような状況になったのです。この対策のために北条氏はあえて足利氏を源氏の嫡流と認めることで、他の源氏ゆかりの御家人たちが源氏を名乗らないようにする方策を取ります。そして足利氏が北条氏に絶対服従する姿勢を見せることで、足利氏を差し置いて源氏を名乗ることができなくなり、この騒ぎを収めることに成功しました。足利氏が源氏の嫡流となったことは、
家時の孫で足利尊氏の兄にあたる足利尊義が執権北条高時の高の後ろにつく字として足利氏ゆかりの氏ではなく源氏ゆかりの義の字をつけていたことからも明らかです。足利氏としても他の源氏よりも格上であることが明確になることから北条氏足利氏ともに利害が一致し、足利氏は北条氏に服従することで北条氏に次ぐ幕府ナンバー2の地位を手に入れました。家時のこの足利貞氏は北条貞時が出家した際にはこれを追って出家するなど源氏嫡流を認められながらも北条氏に従順な姿勢を貫き通しました。ですが貞氏の嫡子で北条氏を母に持つ足利尊氏は父に先立って亡くなり、貞氏の死後側室上杉氏を母に持つ足利尊氏が足利氏当主となります。北条氏によって源氏の嫡流と認められていた足利尊氏は北条氏から正室を迎えていたものの、北条氏との縁は薄く、後醍醐天皇の倒幕運動が激しさを増す中、土壇場で幕府を裏切ることになります。幕府を裏切った尊氏のもとには、北条氏によって認められた源氏嫡流という称号のみが残り、この地位を足がかりに尊氏は室町幕府創設へと突き進んでいくこととなるのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。